はいどうもこんにちは、こんばんは、しばです。今回は PS5 のセーブデータを復元する方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初にセーブデータを復元する前の注意点について解説しておきますが、事前に PS プラスのクラウドストレージもしくは USB メモリにセーブデータをバックアップしておかないと復元することができないので注意してください。実際のバックアップ方法に関しては説明欄にやり方を解説した動画リンクを記載しておくので、まだセーブデータをバックアップしていない人はチェックしてみてください。あとバックアップしたデータを復元するときは同じ PSN アカウントでしか復元することができなくなっています。例えばメインアカウントでゲームをプレイしていたとして、そのセーブデータをバックアップしたとします。そのバックアップデータをサブアカウントの方で復元して同じ進捗度でゲームをやりたいと思っても PSN アカウントが違うので復元自体ができなくなっています。あくまでバックアップしたデータは同じアカウントでしか復元できないので注意してもらいたいということと、複数のアカウントを持っているのであればそれぞれのアカウントでバックアップするようにしてください。ちなみにセーブデータを復元するやり方としては、 PS プラスのクラウドストレージにバックアップしたデータを使用して復元する方法、USB メモリにバックアップしたデータを使用して復元する方法という2つの方法があります。これからそれぞれのやり方を解説していくので、バックアップを行った時と同じやり方で復元方法をチェックしてみてください。まずは PS プラスのクラウドストレージに保存したデータを使用して復元する方法を解説していきます。ちなみに PS5 の設定からセーブデータとゲームアプリ設定を選択し、セーブデータ PS5 の項目にあるセーブデータを同期を選択します。そしてセーブデータの自動同期を選択したときに、自動同期を有効にするがオンになっているのであれば、下で設定をオンにしているゲームに関してはクラウドストレージから本体ストレージに自動でセーブデータが同期されるようになっています。このような設定にしている場合は、これから行う復元方法は行わなくても本体ストレージにセーブデータが復元されているので確認してみてください。ただセーブデータの自動同期をオフにしていたり、 PS4 のゲームのセーブデータに関しては手動で復元してあげる必要があるので、これから解説するやり方で復元していってください。まずは PS5 のホーム画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にセーブデータとゲームアプリ設定を選択してください。次に PS5 のゲームのセーブデータを復元したいなら、セーブデータ PS5 の項目にあるクラウドストレージを選択してください。もしも PS4 のゲームのセーブデータを復元したいなら、セーブデータ PS4 の項目にあるクラウドストレージを選択してください。次に本体ストレージにダウンロードの項目であることを確認し、セーブデータを復元したいゲームにチェックを入れたらダウンロードを選択してください。ちなみにすでに本体ストレージにセーブデータがある場合は上書きするのか聞かれるので、はいを選択してダウンロードを行うようにしてください。セーブデータのダウンロードが終わると元の画面に戻るので、実際にゲームを起動して確認してみてください。次に USB メモリーにバックアップしたデータを使用して復元する方法を解説していきます。まずは PS5 に USB メモリを接続してください。ちなみに USB2.0 で接続するタイプの USB メモリを使用している場合は、 PS5 の前面の USB 端子や背面の USB 端子のどっちに接続しても OK です。 USB3.0 で接続するタイプの USB メモリを使用する場合は、背面の USB 端子が USB3.0 の端子になっているので、背面側に接続すると転送速度が速いのでおすすめです。もしも USB2.0 と 3.0 の見分け方がわからない人は、説明欄に見分け方を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。 PS5 に USB メモリを接続できたら、ホーム画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にシステムを選択してください。次にシステムソフトウェアの項目にあるバックアップと復元を選択してください。次に PS5 を復元を選択してください。次に USB メモリ内に保存されているバックアップデータを選択できるので、復元したいデータを選択してください。するとこのような確認画面が表示されますが、復元を始めると PS5 が初期化されて、すべてのユーザーとデータが削除され、その後にバックアップデータを使って PS5 が復元されるようになっています。なのでゲームやアプリの起動に必要なアプリケーションデータをバックアップしていない場合は、
復元した後に PS ストアからダウンロードし直したり、ディスクを挿入してダウンロードし直す必要があるので注意してください。そのことを納得した上で復元したいのなら復元するを選択し、画面の指示に従いながら復元を行いましょう。復元が終わったら実際にセーブデータが復元できているのか確認してみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることは可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。